前回の戦いでもはや義に対する忠義の心は消え去っていた。諸葛亮殿に臣服した私は天水の地を去り蜀に下った。この三国鼎立の中、蜀の当面の敵は魏となる。次の戦場は外邸、大義戦略には欠かせぬ用地だ。何としても魏の侵攻から守らねば。私を認めてくれた諸葛亮殿、いえ上将の期待に応えるためにも、この強迫薬身命を賭して戦いましょう。脅威、よくぞ蜀に来てくれました。この諸葛孔明、とても嬉しく思います。私と共に劉備殿の意志、陣の天下を実現しましょう。さて、我々はこれより北伐における要衝外邸を守る戦に向かいます。全軍街道沿いに布陣し、魏軍を迎え撃ってください。かの地は山上での布陣が上策に見えますが、惑わされてはなりません。軽挙妄動することなく、街道の守備に専念してください。馬謖殿、山上に陣を構えるなとの上将の言葉、お忘れか。あの高所の竜を生かさず何としよう。私は山頂に向かう。木に望みて変に応ず、勝てば上将も分かってくださる。馬謖殿の気持ちも分かる。しかしこの戦、ひどく嫌な予感がする。山頂へ赴き、逆落としにて魏軍を攻める。山頂は有利に見えるが、今の突入では二方向より攻められ危険だ。全力で来るがいい。急ぎ中央の麓を奪還し確保するのだ。ここは引かねばなるまい。敵将討ち取ったり。バカめが、餌に釣られたのこのこと。今足を落とし、アーズルを孤立させよう。力の限り。孤立させられただと。上将はこの展開を読まれていたのか。
馬食殿が孤立、地の利は封じられ、陣形も崩れてしまった。上昇は読んでおられたのだ、この展開を。ならば私は今この戦況のさらに先を読まねば。敵将撃ち取ったり、今度は負けねえからな。敵将撃ち取ったり、いや久々に強敵と会えたわ。敵将、いや撃ち取ったり、我らも殺せ。名を数攻め立てよ。これで二方向より攻められずに済む。馬食殿の窮地を救う芝居や、あるいは麓の敵武将を急ぎ撃破するか。おお、俺も負けてられんな。次は負けない。敵将撃ち取ったり、俺がぶっ飛ばしてやる。今度は負けねえからな。敵将撃ち取ったり、急いで。今の敵の不意をつける。敵の攻撃に備え守りを固める。次は負けない。敵将撃ち取ったり、鮮やかなお手並み。絶対に忘れません。敵将撃ち取ったり、私が続かなくては。追い込んでしまいましょう。押せ。
構わずですか。力の限り。他の幽霊が来るまで耐えれば。美に磨きをかけて出直します。敵将打ち取ったり。その強さ心強い。拝見させてもらおう。まだまだ見えない。敵将打ち取ったり。よし、この機を逃すな。構成員に転じよう。物がすごい。一度山頂の包囲を解き、体勢を立て直せ。まだまだだな。敵将討ち取ったり。自軍の軍略において危うい面もあったが、なんとか外邸を守りきることができた。上将の期待を裏切らずに済んでよかった。今後も外邸は義に対する要所として活用されるだろう。この戦の勝利は諸君の天界とつながる大事な一勝だったと思いたい。
この子